どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、ハニーさんも今日は登場ですけれども、こんにちは。年始のご挨拶でも言いましたけれどもですね、2023年のガズレレ YouTube チャンネルはですね、まあ、ウクレレはメインのね、コンテンツなんだけれども、もうこうライフスタイルというかですね、ガズライフ、ガズライフなのかな、なんだろう、ガズの家、こっちに来るの、そう、ガズの家というか、まあそういうライフスタイルのご紹介もしていこうかなと思ってですね、まあその第1弾として、あ、再生リストを作ることにしますね。だからガズの家かガズライフかどっちかにしよう、ちょっと再生リストを作りますね。今日はその第1個目になるのかなってことになると思うんですけど、まず第1回は何しようかということなんですけども、我が家のですね、リビングルームをね、ご紹介しようかなと思っていまして、皆さんやっぱ音楽をやるのを僕いつもね楽しくて最高だって言ってるんですけど、どんなとこで一体音楽を楽しんでおられますかっていうことなんですけど、どうせだったらですね、やっぱ自分が居心地が良くて、あの大好きな空間で奏でるとすごくいいじゃねえかというふうに思ってるわけでございまして、もともと僕らね、そういうなんかこうリラックスする空間とか、こういうそういうの好きなんですよ。家具とかね、そのなんか建築物とかそうで、2人が好きだから、まあ、当然ながらねすごいこだわりっていうかね、あの特にハニーさんがねやっぱりいろいろもう夜も眠れるぐらいいろいろね妄想がもうすごいんですよ、ね、で、あの皆さんご存知かもしれないですけど、今映ってるこの部屋はですね、去年の12月の真ん中に引っ越してきて、だからまだ20日ぐらい経って引っ越してきてまだ20日、だけどなんかもうイメージが頭にできているから結構さっとこうできたんですよね。まあいろいろぐちゃぐちゃこう、そうね、切り替えしはあったとしても、ね、で、あのここからですね、ガズレレの、例えば発信が生まれているんだというふうに思うとすごいことかなと思ってですね、ちなみに今住んでるのは長野県南信州というところで、あの空気が美味しくて、もう田舎ですけどね、空も広くてですね、空気も澄んでて水も美味しくてというところで、まあのんびりとですね毎日発信してるわけですけど、まあ撮る部屋っていうのをいつも、あのガズレレ YouTube で映ってる部屋ではないんです、あれはまたね後日また改めて紹介し、ね、濃厚にですね一部屋ずつ紹介するのがまあなんかいいかなと思って、まあそういう動画になってますんで、このやっぱりガズレレっていう、まああのその1日にあの1月1日にアップロードした、ご挨拶の動画でも言ってましたけど、やっぱ音楽をやるっていうのはやっぱライフスタイルのやっぱ一部門なんですけど、やっぱそういうライフスタイルっていうこと全般に当てはまった時に、自分が一番いる時間が長いところぐらいはって言っちゃいけないね、自分が人生の中で一番長い時間過ごすところは、やっぱり好きなことに、ね、あの囲まれているのがみんないいんじゃないかということで、ね、そう、僕らのその空間作りをですね、ちょっと今日はシェアしたいというふうに思いましてですね、はい、で皆さんもさ、その僕が朝ガズラジやってたりね、ガズラジってラジオ配信、スタンド FM 概要欄に貼っときますけど、7時半から配信していたりとか、ブログを書いてるんですよ。もう十何年書き続けてますね、毎日ガズレレ公式ホームページでブログもあったりするんですけど、あとは楽譜を書き起こす、あとは曲を覚えてアレンジするとか、全部このリビングルームから生まれているわけでございまして、あの撮影している部屋はあそこは本当に撮影する、まあ、場所として、あそこでやっぱ何かを作業するっていうことは、その撮影するっていうことだけなんで、まあ、そこはそこで大事な場所だと思うんですけど、まあ、一応ねここからやっぱり全てこのガズレレとかガズピアノとか、G ラボとか、まあ、縫い物時間ハニーさんやってる縫い物時間という YouTube チャンネルやってたりとか、アイデアはここから生み出されるってことですけどね、そしてね、まず僕らのそのこのインテリアにこだわり始めたっていうのは、もともとね、あの結構家具見に行ったりとかするの好きだったんですけど、あのね一つの家具がきっかけっていうのはでかいと思いますね、今映ってるこの家具なんですけど、この家具は以前住んでたところにの近所にあった、なんかそれこそヴィンテージファニチャーショップっていうかに、販売してた家具で、アメリカ製のヴィンテージ家具ということで売ってたんですけど、なんかこれを見た時にこうビビッときたというかですね、そんなに高いものではないけど高いですよね。そうだね、うん、当時の私たちはね頑張ってたんだね。いや、そうそうそう、でそう、この今映ってるこの家具を、買ってきて我が家に置いた時に、他のものとのバランスがすごく悪く感じちゃったんだよね。一個すごくちゃんとその味のある家具を、で僕もともとねアメリカのカルチャーがすごい好きなんですよ、なんで あのヨーロッパとか北欧とかのデザインっていうのも素晴らしいと思うけど、アメリカンな匂いもするもの大好き
きで、それと同時に買ったのがこの椅子なんですね、うん、この椅子、この椅子がです ね、あの同時に買ったんだよね。あの時はよくあの買ったと思うんだけど、うん、その買ったきっかけが面白くて、僕が実はその白血病になった時に、うん、あの保険金が入ったり、したんですよ。なんかすごいしんどかったんだけど、なんか人生を変える買い物をしようと思ったっていうのは実はあって、うん、普段だったらそういう買い物はまずしなかったと思う、いいなぐらいで止まってたけれども、ね、なんか そこら辺からしてやっぱり、白血病になって、その頃まだ入退院繰り返してたかな、うん、なんか、どうせね、あの生きてるんなら好きなもの、あの自分が気に入ったものに囲まれてたいなっていう、この2つの家具がちょっと僕らをさらに推し進めたかもしれないなというふうに思いますね。なんかその後ですよね、ハニーさんがいろいろ DIY に目覚めて、ね、棚を作りだそうだね、まあ、私はね、時を同じしてって感じなんだけど、うんうん、カズさんが入院してるじゃん、うん、一人でいるじゃん、あ そ, う、ね、そうするとそこでなんかまたミシンを踏み始めた時に、あ、はいはいはい、クッションカバーを作ってみたり、うんうんうん、なんかいろいろして始めて、うんうん、なんかやっぱ空間が自分の好きなものどんどんちょっと変わっていくのが楽しくなってきた時に、うんうん、あの家具が入ってきて、あ、なんかやっぱりいる場所って大事だってすごい思ったんだよ ね。これ全部ハニーさんの手作りですからね、うん、こういうクッションカバーとか、うん、こういうのとかね、うん、こういうなんか布選びとかね、うん、そういうやっぱ DIY の感じとそのまあ家具の配置というかが、うん、そうそうそう、あの唯一無比の僕らのなんかライフスタイルになってきたっていうことで、ね、うん、あの今ちょっとこのハニーさんが作った家具を今映していると思うんですけど、うん、あのもうとにかく DIY で素人なんですよね。素人よく見るとヘボなんですよ、うん、そう、ちょっとイラッとしたりとかね、そうそう、でヘボなんですけれども、なんと言いますかね、その今となってよね、うん、このずれたちょっと木がずれてるとことか、うん、ネジの穴がいっぱいだから失敗して開いてるとか、ちょっと歪んでたりするんですよね。あとどんどん変えちゃうからね。そうそうそう、ね、途中でね、なんかいろいろ工夫して変えちゃってるから、そうそうそう、なんかでもそれがガズレレ的だと思うわけ僕は。どういう意味かっていうと、その2人がさ、うん、もうとっておきのすごい価値があると思ってれば、うん、別にこの棚とかね、うん、その手作りの家具を品評会に出すとか、うん、これを5万円でみんなで買ってくれないかなと思って作ってるわけじゃなくて、うん、僕らが必要として作ってるわけだから、僕らがね、うん、もう等身大でもうこれですごいいいじゃんって、このビスの穴がね、うん、この穴、余計な穴が開いちゃって間違えてるのも歴史になってて、うん、だからこれはなんて言うんでしょうかね、他の人にとってみたら何でもないね、うん、だけどこうやって見ると佇まいはいいもんね。まさにデザインですよ。そう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 、うん、で、あ、そうだ、ここであの言いたいのはな、あの僕らがね結構好きなあの価値観っていうのがあって、うん、彼女は北欧がすごい好き、うん、北欧のなんかカルチャーで家具とかいろいろ文化がね、うん、行ったことないけどね、うん、そう、行ったことない、ね、行ったことない、まあ行きたいですけどね、うん、で僕はもうさっきも言ったようにアメリカの西海岸のカルチャーがすごい好きなんです、うん、昔からバンドやってる時から自分でバンドでも行ってたしね、うん、でそれがうまいこと混ざってるカルチャーっていうのがあるんです。 そうだね、それがですね、あ、今ちょっとこれ持ってこようか、うん、あのここに本があるんですけど、このね、見てください、はい、これケーススタディハウスっていうですね、アメリカで実験的に行われたこの、住居のですね、この見て、この映ってるこの建物が、はい、こういうふうにスクエアでまっすぐで、なんかこう、こういうムーブメントがあったんですよね、60年代かな、60年代、1960年代、こういう本が大好きで、こういうインテリアの本とか買ったりして楽しんでるんですけど、こういう建物とかね。で、これはですね、北欧とかヨーロッパにいたデザイナーたちが、アメリカ西海岸に渡ってきて、アメリカに一番適した最新鋭のこのかっこいいのを作ろうという、1960年代のですね、これがかっこいいの。で、この時代のものが僕も、小杉さんも、ハニーも好きで、でね、そういうテイストをちょっと出したいんですよね。だから手作りの家具もなんかこう、スクエアで。だけど木の感じがちゃんとあるんですよね。そう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 。それをね、ちょっとやっぱイメージしてますね。だから、うちに亀の台があるんです。今映ってるこの亀の台もですね、ハニーさんの手作りですけど、その下にあるこのラジオなんかも、うん、これ日本製のラジオなんですけど、どっか古道具屋さんで僕が見つけて買ってきて、こういうなんか古めかしいものがあると、なんかまたね、すごくこうね、ムードもいいしね。じゃあ自分がギターやってるじゃない、うん、ギター、まあウクレレもやってますけど、もともと僕ギターをやってるんだけども、ギターってやっぱ古いヴィンテージギターってやっぱ音もすごいいいし、弾きやすくてすごい最高なの。だから木材っていうのもそもそも好きだし、で古いギターが好きだから、うん、なんかそういうちょっと古いものにやっぱ憧れがあるんだけど、やっぱそういうものとこう便利なものの融合かなみたいなのがあったりもしますね。でね、今度今住んでる僕たちの家にはですね、リビングルームにちょっとね、いい感じの出窓があるんですよ。で、ここがすごいかっこよくていいんだと思うんだけど、そう、アクセントになるんだよね。すごい難しかったんですよね、実は。
カーテンレールとかね、カーテンのところとか、位置がね、そう、なんかまずそれで何をしたんですか？今回のだから普通出窓ってこう窓があったら、うん、そこにねカーテンがあるんだよ。前奥に奥に奥に、ね、窓に沿ってカーテンがある。要はサッシの方にある、サッシの近所にあるんですね。でその出窓をさ有効的に使うんだよ、その棚をね、はいはいはい、なんだけどやっぱり寒いっていう場所もあると思うんだけど、ね、珍しくその部屋の壁側にカーテンレールが、はいはい、メインのカーテンレールなんで、カーテンを閉めちゃうともう出窓がなくなっちゃう、壁に見えるってことですね。そう、壁になっちゃう。そうすると思ったよりも圧迫感を感じるんだよね。あ、それに棚に置いたもんが見えなくなっちゃうしね、夜だったら、ね、あとやっぱりさ夜風、多分寒いと思うんだよね、植物が置いてると。そうですね、あ、そうですね、出窓のところに植物をいっぱい置きたいなと思ってたからね。 そう、そしたらそこは確かにそれ暖房効かないところになっちゃう。なるほどなるほど。なのでそれをやめようってことなんだよね、うんうんうん、でまずまあその手前のカーテンはなくして、はいはいはい、でだけど今回の窓がすごい広いんだよね、うん、いいことに。ああそう、あの尺が長いっていうか幅が広い、なかなか大きい窓、広い窓はないと思う、うんうんうん、でそれでよくあるまあね突っ張り棒をこうね渡してって思うんだけど、はいはい、かっこいいのはねいっぱい最近売ってるんですよ。なるほど、まあ、ちゃんとデザインされたもの。なるほど、だけど2メーターまでが大体限界なんですよ。なるほど、長いのはない、1本でこうキュッとやる。なるほどですね。でもこれは諦めるんだなと思ったわけで、いっぱい探したら今結構すごいのがあってさ、うんうん、基本60センチなんだよ、うん、だけどパーツがついてて、うん、それをねくるくる回して、あ、延長できる、どんどんつけていくと、でも2メートル3メートル近くまでいくよっていうのがあって、それでこう張力が大丈夫なのかねっていうことですね。それでそうなんだけど、しかもそれがステンレスなのよ、うん、私はそのステンレスを探してたから、うん、あったと思って。なるほど。そうで買っちゃったんだな。ついてます。そうついてます。つけて、はい、ガズさんと一緒にね、うん、あのそう突っ張って突っ張っ て、ね、いろいろ工夫しながらやって、そうそうそう、でそこに、うん、あのレールでカーテンを敷くようにしたんだよね。そう、そうね、あのリングでこうね、あの、うん、ピンをつけてっていう感じで、はいはい、でこれが、昼間だとこういう感じになってて、うん、これが夜になるとどうなるかというと、この写真を見てください。いいんだよね、夜がまた素敵なの。カーテンがパッとこう奥にある壁みたいになってね、奥行きになってね、うん、そうそう、照明もこう際立ちですね。はい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 、そんな感じなんですね。これがね例のカーテンで、でほら皆さん見てください、ほらこうやってストラップのね三つ編みもこんな感じで、これねやっぱり単色の方がね可愛いかなと思って、今回はね単色でちょっとね、うん、不思議な絵の組み合わせに、カーテン縛りね、そうそう、はい、絵もこうかかってますよ。カマカのウクレレもこんな感じで飾ってあってですね、はい、我が家ならでは。今回はね壁が少ないからなかなかねこういうのを飾るスペースをね上手に確保してっていう感じだよね。はい、ここにラジオがあってここにカメちゃんがいます。はい、でこれが出窓ですよね。出窓、うん、で今回はねまあ言うてもこのガラスブロックのね、これがねもうあのこう壁のように全部ちょっとねあえて集結してみるとねいい感じだなっていうのがあって、いいですね、うん、でその上に板を乗せてこんな感じでね、うん、あのこうバランスよくなるように、うんうん、多少こう向こうにとっても壁になるような感じで、なるほどですね、そうあの観葉植物をね置いて、はい、でこれを内側にこうちょっとカーテンを閉めてあげると、そうそうそう、でこれ上に見てくるとこれがさっき言ったこれ、これがね、こうやってね、どんどんこう足すんですよ。突っ張り棒なんですよ、このステンレスの。結構長いよ。そうですか。で、これを締めると、ちゃんと内側にね、観葉植物が来る、はい。このね、リングでこうカーテンが止まってて、このカーテンはもともとついてたね、こっちの白いやつはね。そう。はい、で、本来は、ここについてたんですよ、カーテンが。そう、これですね。ここ。ここだったら、そうするとここでカーテン閉めちゃうと、せっかくのこのスペースがね、夜になると消えちゃうからね。そう。そういうことなんですよね。そう。いいですね。そう、もうずらーっとね、こんだけやるとなかなか、うん。見応えが。確かに。これはすごいよ。そう。これがいい、お気に入りの出窓でございます。そうなんです。お気に入りの出窓。はい、で、こっちスーッと回ってくると。で、ここに回ってくると、ガズさんの、はい、ノートが、ノートがこんなにありますよ。いっぱい出てるよ。ほら、34冊目もう、ね、ちゃんと並んでて、でここもこうなってて、でこっから今度、そうデスクの上で、ガズさんの、はい、このね、このね、曲をね、うちのこの木のデスクはね、この2メートルの木をですね、これインターネットで買ってんだよね。そうです。厚みもすごくありますよ。厚みも、これだからすごい丈夫で重たいけどね。でこれを2人でこういう感じでデスクとして使ってるんですね、うん、こんな感じで、はい、でここでいつも編集やらいろいろやってます、うん、これはハニーさんのパソコン、うん、これは
ガズのパソコンでございます。はい。で、ここ、毎朝ガズラジで撮ってる、ここで写真を撮ってですね、この、これはフェルトの塊見てください。これを日付でガズラジでこう貼ってるわけでございます。はい。YouTube のカップがあります。そうなんですよね。そう。で、ここにね、ライトをつけるとね、便利っていうね。はいはいはい、そうです。そうそう、スタンドでね。で、この絵はですね、ガズが手書きの絵。で、こっちは、ガズが色紙で作ったこのカリフォルニアっぽいデザインですね。こっちは YouTube10 万人の時に YouTube から送られてきてくれ、盾と一緒に送ってきてこれ、社長さんの直筆のここにサインがあるという盾をここに飾っておりましてですね。そんな感じはここにも、あ、今まだね、正月だから、三が日だからこれを置いてあったりとか。これはハニーさんの何これは。これはね、うん、ミナの布でね、やった YouTube で一回 ね、YouTube で紹介してるの。そうそうそう。そうで、ここにもこう、品のいい。これはね、僕らの結婚式祝いにね、大切な先輩からいただいた北欧ヴィンテージ家具です。これがすごくいい家具ですよ。そう、ね、そう、これで使ってる。で、こっちの奥に行くとキッチンがあるんですけど、まあ、キッチンはちょっとまだね、もうちょっと後で、ね、届けたいと思います。はい。はい、そしてですね、ここが、いつもね、今喋っていたソファーのエリアになるんですけど、我が家のこのソファーの角度がすごい斬新じゃないですか。壁に対して変な角度になってるんですよ。ほら、今ここがこうまっすぐになってるからね、かなり角度がついてますね。はい。で、この今カメラがそこに置いてあって、こういう状況で撮ってるわけですけども、この角度がですね、我が家ではこの角度好きな角度でございます。そうです。はい。このソファーで、いつもくつろいでます、ということですね。はい。このテーブルももうすごいお気に入りの、これもヴィンテージの机で、これはイギリス製ですね。はい。こういうね、こういうのはね、好きなのよな、やっぱり。うん、これはだいぶ気合い入ってますよ。うん、はい。こういうソファーで、今もお届けしてまーす。はい、そういうわけでですね、ガズ家のリビングルームをちょっと探検してみたんですけれども、うん、やっぱりいい空間ですね。そうね。もうこういうところで落ち着いて、それこそ本読んだり、うん、物を書いたり、楽譜書いたりですね、いろいろアイデアをこう、うん、ひねり出したりですね、うん、まあ晩酌もここでしてますから、うん、毎晩ここでお酒をいただいて、うん、そういうやっぱり、ね、大事な空間ですね、うん、なんで皆さんもやっぱりちょっとね、自分が一番長くいる時間過ごす場所、うん、ちょっとね好きなもので埋めていくと、うん、さらにいろんなこといいんじゃないかな、音楽もなんかこう輝いていくんじゃないかなというふうに思いますが、うん、これからどうなっていくんでしょうかね。これからね、まあ、あとすごいもともとねこう趣があっていい空間なんだけど、うんうん、ちょっとね DIY をねこう少しずつ進めていって、ああ、ね、賃貸ならではのね、うん、賃貸ですからね。そうあ、ちなみにさ、ここに引っ越す前の写真が持ってるんだっけ。あ、家具が入る前持ってる。じゃあ今からここ写しときます。これでまあ何にもないからね、うん、こんな感じのとこからこれ今のこの部屋を作り上げてたというのはかなりのこれクリエイティブな想像だと思うんだけれども、うんうん、いやだからこの今の写真から見るにね、これをその時想像できるかっつったら、うん、まあ無理だと思うから、うん、すごいと思いますよ。ハニーさんのこのイメージ力っていうかな、うん、イメージを形にするのが音楽も一緒じゃん、うん、何にもないものを音にして、音楽だって形がないから、うん、なんかそれにちょっとね近しいかなと思ったりして、やっぱりイメージして想像するからそうなっていくみたいなのね、この空間作りもですね、うん、音楽もすごく似ているかなと思ってね、うん、まあそういうことでございます。やっぱり自分が大好きなことをやる、自分が大好きな場所にいる、うん、自分が大切なね人と一緒にいるとかね、うん、そうやっぱり思ったより大事だなということでございます。ここで、ゆったりと、うん、僕らは発信をしたりとかしてるというご紹介でございました。うん、ガズの家、はい、ガズの家かな、再生リストは、うんうん、でガズの家ではですね、再生リストにしといて旅に出たり、そうそう、まあ、ご飯食べ行ったり、うん、どっかね、お散歩行ったよとか、うん、なんかお出かけしたよとか、うん、いろんなものをですね、取り上げていこうと思ってますんで、あと料理が僕好きだから、そうそうそう、すごいズボラ手抜きお酒のおつまみとかすごいいっぱい、美味しいんですよ、はい、はい、そういうのもね、料理もほらだって想像ですからね、そうそうね、はい、あれ、それでいいのみたいな感じの、うん、紹介できたらなというふうに思ってます。まあ引き続きいつも言ってますけどね、ガズレレ、ガズギター、うん、ガズの
ガズピアノもう自分で言うことで発信していきますけれども、はい、まあこういうふうにちょっとねガズがどんなところで発信してるかっていうのもねみんな知ってもらうの楽しいかなと、うん、あとこの家編としてはリビングルーム今やったんでキッチンとかその撮影する部屋だとかも、おいおい紹介してできればなと思ってます、うん、はい。そんなことでですね楽しく音楽ミュージックライフライフスタイルねクリエーションしていきましょう皆さん、はい、よろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。バイバイ。